飛行機は間もなく離陸いたしますが、うん、私はあなたから離陸しません。お前もう話繰りすぎてようわからん。あなたの鼓動の音でアルバムを作ったの。イルカの肺呼吸を人間がしたら。お前シュールすぎるわ。笑ってるね。それなんやねん。あのイルカってあの頭のてっぺんにあの肺の呼吸口があるんですけど、まあ、あるな、ここの上にな、ここの音がっていう発言結果が出ました。あばら骨が2本と心が折れてますね。ちょっとだけチクッとしますよ。ラブ注入。鍛えてたらやっと割れた顎。腹筋じゃん。腹筋割れとけよ。どうしよう。ボール大丈夫、ここに2つあるから。やらしいな俺。そんなこと言うてまうの。野球かソフトボールかどっちか教えて、大きさ。うん、ソフトボール。ソフトボールすごい。自信あるね。ウィーン。いらっしゃいませ。ただいま店内混み合っておりまして、10時間待ちですけどよろしいでしょうか。どんだけ待たなあかんねん。早く出せや、ハゲ。ちょっと待って。ハゲいらんと思うねんけど。君らそのハゲを多用してるけども。ハゲてへん人がボケたらどうすんねんよ。対応できへんようになるぞ。よかったよ。ウィーン。いらっしゃいませ。フリスビーやる？誰がやん。お普通に反省すな。なあ、お笑いに真摯なとこは認めるわ。誰がやねんっていう言葉っていうのは非常に便利だけども使わない方がいいの。あ、そっか、ね、しかも今のに対して誰がやねんでおかしい。誰がやねんも全くおかしい。すみません、ボケ変えてもらってもいいですか。ボケ変え。そうか、困らすな。うちの困らすな。すいません、お願いします。セルフでお願いします。やってやって、それ俺分からん、バイトしたことないから。なんと脳でできるけど、アホかお前。なんと脳でやったったか。フラガワー。何やねん、すごい勢いあるやん。カウカウのタダさんかもと。しびれた。出てんのかよ。なあ、ずーっとこうしてたんだよ。中継先の山本さん。はい、ご指名入りました、山本さやかです。どこのホストやった。そんなホストにレポートさせへん。ウィーン。いらっしゃいませ、お客さん何握りましょう。どこやねんここ。噛んどるやねん。こっちはこっちでな。なあ、ツッコミの緊張感もわかるけど、ボケの緊張感いらんねん。やっぱ孫の手はちょっと見えぐれるぐらいがいいよな。いや、あかんあかんあかん。青かお前、背中全部なくなんぞお前。博士太郎じゃねえよ。いや、何やねんそれは。でててててててバイオリン弾いてるけどな。皆さんはじめまして、千葉県から来ました天候せいです。いやいや、すごいな。よかったな、おい。はじめまして、大阪から来ました山本さやかです。好きな言葉は人間不信。皆さん距離感保ってください。付き合いにくいわこれから。いやだ、どうぞ。ピッサーズ艦長。いやいやな、弱い弱い。眉毛の間ばっかりチョップ。何やって言うた。眉毛の間ばっかりチョップ。急所ではあるよ。山本の顔ちょっと今抜いといてほしかった。え、ほんま芸人が袖でおる時の顔してた。考えてる顔よ。まあまあ激しいジェットコースターで帰ってきた時に放心状態になってる人。おお。怖いねお前。さあモノマネ何？勢いよく両足を膝かっくんされた人のモノマネ。おいいね、行きましょう、どうぞ。そのびっくりしてる人好きやなお前。なあ、お帰りやがれご主人。どうぞ。人間だくっせー。テーマ広いわ。人間全体のこと言うなよ。騒がゆるへんな一言どうぞ。じゃあマシュマロ。
何出してんねんお前。メルヘン。メルヘンってお前、メルヘンとはよ、マシュマロに揺らげんの。違います。どんな体のシステムしたの。何でもいいから解剖したい。これや、見とけ、これや。こういう感じ、手短やし、内容も飛んでるし、面白かわいい一言辞典があったら今の1ページ目や。どうもこんにちは、妖精です。ちなみに父は幼虫です。お前よう、お前生まれたな。どんな家系で妖精生まれてんねん。はい、あなたの願いを叶えてあげます。ウィンカーディアルビオーサー。何やねんお前、怖いねんお前。大体がお前急にってなんの多いぞ。あら、あなたお帰り。ちょっと洗濯物してくれる？私未来に行ってくるから。なんでやろ。どんなサイバーな物語やな。マジか。思いつかないかも。ええよええよ。これがメシベで、これがオシベ、さあお食べ。何で食わすな。食わさんでええねん。何や田中、宿題忘れたんか。じゃあ廊下にこうやって立っとけ。うわっ、いいよいいよ。みんな卒業おめでとう。そんな君たちに一言、コマネチ。いいよいいよいいよ。パワー、いいよ。パワー入れた。いい加減にしなあれよ。最後自分で持ってくよ。謝罪ギャグです。どうぞ。あ、ごめんご、ごめんご、ごめんご、ゴリラ。では、さやねえの自己紹介ギャグです。どうぞ。コマネチ、コマネチ、なはなは、正義のヒーロー、パンツマン、山本です。